ね。はい、7月13日火曜日9時45分になるところでございます。鴻巣市鎌塚北交差点、まあ、ちょっと目的地向かうところだったんですけども、ちょうど事故あったばっかりですかね、の現場です。ぶつかった状態ですね今。まあ、運転されてる方はそんなに怪我等は大丈夫かと思います。自走してますのでというようなところですね。どちらが悪いっていうのは分かんないですけど、状況は、軽傷っていうのはですけど、損傷的には事故の具合としてはそこまでひどい状態じゃなかったような感じでございます。はい、終了させていただきます。失礼いたします。